イドリアン。エンジョイパチンコライフ。ピボ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんです。今回は東京都杉並区高円寺南、東京メトロ新高円寺駅から徒歩3分、 JR 高円寺駅南口から徒歩8分、パチンコ399台、スロット122台のお店、ケイズ新高円寺店さんに来てますということでね、よく来てるお店なんで、もう中のことは大体わかってますね。ノーマルタイプにかなりね力を入れてるお店でございます。前回ね、一騎が来て一騎が勝って俺が負けてるみたいなね、ちょっとね不甲斐ない結果だったんで、今回はね先輩として、まあ今回いないけど一騎とか、頑張りたいんで、早速行ってみたいと思います。入店やってきました、ケイズ新高円寺店さん。それでは早速店内でダメに行きましょう。1階が、地域最大級のね1パチフロアということで、すごいいっぱいあるよ。もうねお客さんちょっとねプライベートで打ってるんでね、ちょっと映さないで。しかもね話題の新台がなんと1パチで打てちゃうガロ金色になるもあるらしいよ。すごいね。じゃあ上行きましょう。新台の金色になるを1パチで打てるってのはいいな。2階スロットコーナーでございます。4パチも2階にありますけど、じゃあね早速店内のデータ見に行きましょう。1600枚オーバーね、すごいね、バンバン上乗せてるよ。こちらのお客様ね、ドドーンと液晶1600枚出しております。これなんかすごいんじゃないですかね。3000回転、ほらもうぶち切っちゃってね、合成1/52、何枚入れたんですかね。どうもありがとうございます。えいえい、どうもありがとうございます。 ATART 機、あとはねちょっとバラエティが混ざった感じですね。奥はノーマルタイプですね。なるほど、前回打った、ニューパルサイスピーですね。で向かいは、アイムジャグラー SP 眠ってるね、どっかに、間違いない。もったいないね、これ新しい、ハッピージャグラー V2、 あと、山佐さんの、パチスロケロット3も、ね、ありますね。うわすごいことになってるよ何枚出てるんですかこのクイーン花々は29の12、104分の1、すごいね。うわすごい、6箱ですよ、勝ち盛り、素晴らしい。ちょっと通るの大変ですよこれ。お、ノーマルタイプ結構いますね。なんだろう、真ん中の通路はちょっと人気ないのかな。向かって右側が、オキスロで、左が、ジャグラーコーナー。なるほど、今日のデータは難しいな今日のデータは難しいみんなね、ちょいちょいちょいって回しちゃってるからね、絶対埋もれてるんですよこれ。埋もれてるパターンですね。あ、どうもです、えいえい、どうもです。9の3、あ、でも221分の1なんだ。まあ、C といえばこれかな。合成がなんと88分の1。まあね、264回転ぐらいでね、引きでなんとでもなっちゃうっちゃなっちゃうんですよね。まあでもこれかな、まあデータではね、データでは。あとはもうお客さんが打っちゃってるんでいい台、じゃあこれでいこうかな。じゃあ今日はこいつで、こいつで行ってみたいと思います。えいえい、はい、ということで平天君が今回選んだ台は、北園さんのアイムジャクラ SP ですね。じゃあ行ってみたいと思います。お時間があと14分、お座りパチャンス。おー早い2ゲーム、ありがとうございます。早いね、
うい、やったあれ、ここどこだったっけ。ケイズ新高円寺でいい店だね。みんな来た方がいいよ。このね、SP のね、このちっちゃいね、ゴーゴーランプが結構ね、好きなんですよね。すごいな、66分の1になっちゃいました。なんか最近の AT、ART 機みたいなね。ラスト、はい、やりましたということで、お時間まだいっぱいあります。よし、ゲームレンジャーチャンス。残念、まあ、いろんな打ち方があるんで、皆さん自分なりの楽しめる打ち方を探してね、ぜひね、1日分回すぐらいの感じで打てばね、ノーマルタイプもしっかり出ますから。あー、クレジットない連チャンしなかった。残念残念残念、しょうがないね。さあ、ここから頑張っていこう。これは逆、こういう感じでね、入っていれば揃うと。どう、もう今日からあなたもヒアマッチみたいなね。高速で7が揃えられる。あら、ハサミはなしだな。そうだ、この間やっと念願の桃色クローバー Z のライブにね、行ってきました。いや、すごい良かったです。またね、行きたいなって。桃色クローバーの話をしてたら光ると、あ、映りましたね、で映りましたね。わかんない。いや、もうしょうがない、残念。おい、あ、やったジャグレンです。68回転。あれ、ここどこだったっけ。ケイズ新高円寺店、いい店だね。どう、2回目です。あ、申し訳ない、みんなもったいないよ、落ちてるよ、狙いに行かないと。コアッパが来ましたよ、コアッパが、コアッパが来ましたよ。コアッパが。まあ、覚えてる方いるかわかんないですけどね、こちらのお店で、あの、俺に勝負を挑んできた、あの、ピーマートのオレオです。オレオくん、年いくつだっけ、何歳。26。あ、26なのにね、26ですじゃなくて、26ってもうタメ口ですから。そんな会社です。やりました。じゃあ頑張ります。まだね、お時間あとね、4分あります。エイジゲームレンジャンチャンス。グドー、いいね。お、光らせた、生意気。まあ、どうせバケだよ、コアッパだから。ほらね。ほらね。まあ、しょうがないね、オレオだからしょうがない。いやー、ももクロちゃんの話をしてたら光るから、もう一回しようかな。まあ、そううまくいかねえか。まあね、席がね、あの、2階席の結構上の方だったんでね、もうこんなでしたけどね、もう本当に。いやー、でもすごい良かった、楽しかったです。また行きたい。まあ、確かにね、まあ、一撃ドカーンのね、 AT、ART 機も魅力ですけどね、やっぱノーマルタイプ、まあ、投資をね、抑えることができる、
50枚だよ。50枚か50枚だあ、終わった危ねまあでもね、結構ブドウラッシュでね、なかなかコインを減らすことなく77回転当たるよこれ、多分77回転当たっちゃうよこれ。お、すごい。当たっちゃうよ。当たんなかった当たんなかった残念。まあまあこりゃ勝ったですね、こりゃ勝ったです。ニペカのねビッグ2回ラッキーだね。はい、それじゃあ早速コインの方流してみたいと思います。えいえい。そうそう、言い忘れたんですけどね、会員様はね、5分延長の、10時50分まで遊戯が可能ということで、ぜひね会員カードを作ってね、ケイズ新高円寺でね来ちゃってね、ペッカペカ光らしてね、閉店区みたいにいっぱい出しちゃってください。じゃら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 、名前ちゃろ514、15枚。はい、今回の結果515枚やっとぜ。はい、実践終了やったー。ということで今回こちら、ケイズ新高円寺店さんで実践した機種は、北根さんの、アイムジャグラー SP を落ちまして、投資枚数が50枚の、獲得枚数が515枚ということでプラス465枚です。やりましたいやーね、ここ最近ね結構ね連勝してるんですけどね、あのほんとちょっとしかねこう収支上げられなくてね、今回ねドガンとなんと465枚プラスにすることができましたということで、ね、閉店くんもピッカピカ光っちゃう。こちら、ケイズ新高円寺店参戦でもちょっとだけちょっとね小耳に挟んだんですけど、なんとねこの動画が配信されたちょっと後ぐらいにですね、9月の頭になんとジャグラコーナーがボックスになるっていうね話を聞きました。すごいね力入れてるね、ますますねノーマルタイプに力を入れていくということでね、ジャグラーコーナーを筆頭にね、ニューパルサー、あとケロット、あとはねクイーンハナハナ、あとねコイコイマハロだったりマハロだったりね、いろいろノーマルタイプありますんでね、ぜひねお近くの方電車で来れますんでね、ちょっと遠い方も来ちゃってね、ぜひね朝からカチカチくん持ってね小屋数えてこちらケイズ新高円寺店さんへ来ちゃってください。あとですね、なんと一パチにもねちょっと言いましたけど寝台入れてるんでね、あの CR ガロ金色になれも打てちゃったり、この後もね話題の寝台一パチコーナーにも入りますんでね、パチンコファンの方もぜひこちらケイズ新高円寺店さんへ来ちゃってください。今回僕は勝ちました次回も頑張ります、引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回も勝つよ、えいえい。